卵、ふふ。エッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザー軍団だ。今日はよ、最近話題の竹金の世界、最近それがすげえ人気だからさ、今日は新しい竹金をまた新たに発見するために一番人間性が現れるっていう財布をちょっと見せてもらいたいと思う。竹金、ちょっと財布見せてみろ。竹金 TV で出して。プー竹金 TV V でプー。いや今日はもういいよ。竹金の財布、こちらの財布が何て書いてあるの？ヘッドソース。ヘッドソース。何これ？ドンキかなんかで買ったの？ちょっと、はい、ドンキで買ったの？ドンキ、よくわからない中国のお店で買いました、うん、まあ、じゃあとりあえずちょっと開けてみようか。え、ちょっと待って、何これ？え、何この札束？お前、全部せえへんじゃん。はい、ちょっと待って、何これ？何枚あんの？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いや、でも2万円、3万円ぐらいある。2万円数えらんないよ。なんだこの千円札の束は。いや、ちょっとその1万円崩したいなって思って、うん、で、いろいろ崩したら、うん、千円札になっちゃったんですよ。いや、意味が分かんない。小銭は一本、入ってないな。小銭は普通だな、はい、ちょっとこれが、思い出です。いや本当に嬉しい思い出です。それ銀行のカード。バキバキじゃんお前。まあ、こんなんだろ。はい。こんなんで、あとはもうほぼない。あ、これないこれ。あ、免許？免許証です。はい。竹金の免許。行くぞ。はい、ちょっとすごいドキドキするな。行くぞ。いやもうこれセントセイヤみたいじゃん。お前普通に撮っただけなんで、ちょっとちょっとなんだよこれ。お前これヤバくない？いつこれ？これ大体2年くそれぐらい前です。はい。お前ヤベえじゃん。社会人の頃？はい、社会人の時です。社会人だったらお前4年ぐらい前じゃん。あ、そうか。待ち待って、下にもう1枚もう1枚あるぞ。ちょっと見るか。このハードル超えてきますから。え、これは超えらんないと思うよ。ごち最近？それも多分それよりこれより昔です、ね。マジで？はい。行こう。怖っ。はい。え、これいつよ？何度お前ヒゲ生やしてんの？いや多分その時ヒゲがかっこいいなって思ったんで。お前さ、ちゃんと剃ってできんだねこれ。はい。お前こんなおしゃれにちょっと残してたの？そうです、ね。お前さ、俺らの前ではさ、なんかいいやつとか優しいやつぶってるけどさ、お前長野でヤンキーだったんだよ。ほんとヤンキーには縁のほど遠い。いや、これどう見ても絡まれないじゃん、誰にも。いやそうなんですかね。ハケキン TV ヘブイブーハロー YouTube、こんにちは、タキリですね。今日はね、千円札がね、26枚を紹介してます。